ブラログ。Olá, tudo bem? Harumi です。私も結構慣れてきて、なんか今ではなんかこっちの方がいいかもって思えるくらい、最近はなんか時間をきっちり決めるのがすごく嫌です。本当に昔は全然違った、もう全部カチカチって決めたかったんだけど、もうスケジュール帳になんだろう、9時から11時までこれで、11時からこれみたいな、タンタンタンみたいなね、それを月曜日火曜日水曜日もう全部こう埋まるとイエイみたいな感じだったけど、今はもうね、明日の予定でさえ決めたくないし、何時っていう言葉使わないかな。キオラシって会話に出てくることってなんかあんまりないかも。仕事のなんかミーティングがあるとか、そういうね、本当にカチカチって決めなきゃいけない場面ではもちろん予定っていうのはありますけど、遊びの場合、週末とかで、明日お昼ご飯食べようって言って何時って前の日から決めるってない。前の日ですらないんですよ。ましてや1週間前とか2、3週間前とか1ヶ月前とかもうありえないです。1ヶ月後の予定なんかも絶対に決められない。うん、もしじゃあ1ヶ月後にどうのこうのっていう話をしても、そんなの相手絶対覚えてないもんだからもう決めるだけ無駄なので予定は決めない。そう、本当にどんなに早くても2、3日前とかに、そういう話をする、具体的な話をするっていう感じで、なんかスケジュール帳っていうの、なんていうんだっけ、手帳か、日本人ほどは使わないと思いますね。でもこっちは別にそのパッパッパッとことが済まないといけないくらいなんか時間に追われてる感がないので、なんか日本だと本当にやることをやるべき時間内にやっちゃわないと他に関わってきたりすると思うんですよ。で、他に予定があったり仕事があったり何があったりって、見たいテレビがあったりとかやることがたくさんあるからそうだと思うんだけど、こっちっていつも話してるけど基本的にやることないんですよ基本そんな何かに追われて、ああしなきゃこうしなきゃ、ああ見たいテレビが何時からあるとか、あそうだ、その見たいテレビで思い出したけど、テレビを見てると、あんまり私テレビ見ないんですけど、日本だとちゃんと時間で何時から、時間どころか分ですよね。なんか7時57分とかから始まったりしますよね。何々のプログラムの後にありますみたいな、時間じゃないんですよ。何々の、例えばちびまる子ちゃんの次はこれみたいな、でその次ニュースの後にこれとか、時間設定を耳にしたことがないです。慣れないとやっていけないっていうのがある。だって周りがみんなそういう空気なんですもん。自分がもし、あ、これはね、この日はなんていうの、この時間までにこれしてあれしてって、自分がどんなにそうやって予定を組んでいても、まず人が、周りの人がそのあなたに対して協力してくれないし、社会全体がもうそう、バス使う人だったらバスだって時間通りには来ないし、non funciona、全部ことが予定通りに進まないんです。進まないの。だから自分があんまり詰めでいろいろ決めちゃってると、もうね、自分のところに帰ってくる、自分が一番損をするんですよ。イライラしちゃって、一人でイライラしちゃって、でそのイライラしてる自分のことを理解してくれる人は周りにはいません。だからそう、自分もゆるーくゆるーく生きてた方がずっと楽に生活できるんです。私が最初に、ブルーノと一緒にお出かけするようになった時に、ブルーノが何つったかな、お昼、午後って言ったのかな、じゃあ午後迎えに行くねって言われたんです。午後って言われたから、午後って早かったら1時かなって想像するから、じゃあもう10時くらいにはバッチリ起きて、もう
身支度して、もうまあ12時半には最低でも支度できてるようにしようと思って準備万端、ね、12時半。でそこからそわそわしだすじゃないですか。でその日実際ブルーノ現れたの5時ですよ。5時。確かに午後だけどで実際私その5時になるまでもう支度できた状態で何も手につかないですよね。だって何か やりだそうと思ってもなんかいつ来るかもわからないと思ったら集中できないし、結局の5、6時間なんかそわそわしてるだけで、そわそわするしだんだんイライラしてくるし なんか冷めてくるし、モチベーションが そういうことがあったんだ。でだからそういうことがあったから、それっきり、あ、本当に自分が損だなって思ったの。だからその後は約束をそうやってした場合はもうブルーノが現れてから身支度をするようにしたんです。もうシャワーすら浴びない、ブルーノが来てからシャワー浴びて着替えてみたいな。そうしてしたところで別に相手は嫌な顔しません。待っててくれる。だからあ、その方がいいじゃんと思って。でもね、じゃあそこで最初のうちにすぐに慣れちゃったかっていうとそうでもない。やっぱり結構時間かかった。本当ここ最近かな、でもこんな風に、あ、心地いいななんて感じるようになったのは。もしブラジル人と時間を決めて待ち合わせしたとして、じゃあ3時ねって待ち合わせして、日本だとね、5分でも遅れると遅刻は遅刻ですよね。もう遅刻する前からごめんちょっと遅れるからって、そのちょっとって本当にちょっとなんだけど、それでも絶対に知らせますよね。大体は人にもよるけどね、ごめんみたいな。こっちは別に30分遅れるとか、遅れるっていううちに入らない、30分とかは。そもそもその時間設定をするのって目安なんですよね。じゃあ3時ねっていうのって本当に3時じゃなくて、まあ3時イコール午後みたいな、だから3時ごろ、3時みたいな感じに、3っていう数字にとらわれちゃダメなんですよ。3時って言ったら、なんかわかります？何かコメントあれば書いてください。いいねも押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録1000人まで頑張るぞ。いい、じゃあね、チャオチャオベージュ。